東京大学生産技術研究所は駒沢に拠点を持つ工学を中心とした日本最大規模の大学附属研究所です。その中で古島研究室は2016年に創立以来、一貫して日本のものづくりの基盤技術である塑製加工、塑製工学に関連する材料の変形をテーマにした研究を行っています。本研究室では主に金属材料を中心にプレス成形などの各種塑製加工法、材料モデリング、金型を使わないダイレスフォーミングや非常に小さい部品を作るマイクロ塑製加工に関する研究開発を行っています。特にこれからの電気自動車の普及が予想される中、輸送機器の軽量化、光合成化は急務と言えます。これらを両立するために注目されている加工技術が金属の間材を利用したチューブフォーミングです。特に本研究室で取り組んでいるチューブハイドロフォーミングは溶接箇所を少なくし、複雑な中空構造体を一体成形できる塑製加工技術として注目されています。チューブハイドロフォーミングは油や水の圧力を利用して金属の管を内側から膨らませて、外側の金型形状になじませるように材料を変形させる加工法です。ところがこの加工法は内圧やパンチの押し込み量等の加工条件の最適化が難しいという問題を抱えています。本研究室では塑製加工シミュレーションや金型内にセンサーを配置して材料の変形状態をモニタリングしながら、ファジー制御による加工条件の最適化に取り組んでいます。この研究ではアミノのチューブハイドロフォーミング成形機 TM050 が使われており、4軸のサーボ機構による金型の位置制御と油圧サーボによる内圧の制御が可能となっており、我々の研究を進めるのに強力なツールとして活躍しています。我々の取り組んでいる塑製加工、塑製工学は日本のものづくりの基盤の一つと言えるでしょう。ところが現在、これらを扱う大学の研究室は減少の一途をたどっています。日本におけるものづくりの国際競争力も昔に比べて残念ながら低下しているのが実情です。将来日本はこれまでのようなものづくり大国として国際的に生き残れるのかが我々の世代では試されているのではないかと日々感じています。企業ではできない大学ならではの基礎研究を通じて、それをきちんと社会実装までつなげていくことが今後ますます重要になっていくと思います。大学の研究室は決して敷居が高いものではありません。企業の皆様と向き合って問題を共有することが重要です。もし興味がある方はぜひ我々に連絡をいただければと思います。私たちの研究が少しでも日本のものづくり産業の発展に貢献できればというふうに感じています。